はい、それでは本日は2級土木施工管理技士の1次検定平成30年前期問い15番の専門打撲、河川堤防に用いる土質材料及び問い16番の河川護岸の糊覆遺構について解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されておりますので、そちらからもご覧ください。それではまずはじめに問い15番から入っていきます。今回の問題の答えは4番が答えとなります。河川堤防に用いる土質材料に関する次の記述のうち適当なものはどれかという問題になります。今回はですね、こちら適当なものはどれかというものになりますので、こちらはしっかりと留意してください。まず今回はですね、このような河川堤防があるんですけども、その中の土質材料、まあ大体このようなところだと思っていただければいいです。このような土質材料に関する問題になります。1番、有機物及び水に溶解する成分を含む材料が良い。こちらの問題は不正解です。結果から言うと、このように水に溶けるものであったり有機物というものは含まれない方がよろしいということですね。まあ、このような有機物というのは草とか木とか紙ですね。そして水に溶ける、水に溶解する成分というものは水に溶けるものですね。まあ、このような蒸気材料を使用することによると盛土の密度が小さくなるため、強度が低く、強度が弱く低下したりするという形になります。なのでこのような材料はもう用いないというものがよろしいので、まあ、含む方が良いと書いてあるのは不正解になります。続いて2番、締め固めにおいて単一な粒度の材料が良い。こちらの問題は不正解です。こちら単一ではなくてバラバラの粒度の方がよろしいということになります。まあ、適度な具合の、流形を、異なる流形のものがいいということですね。そもそも均等係数という言葉があるんですけども、この均等係数というものはですね、例えば砂とか、砂利とか、シルトですね、砂と、まあ粘土の中間ぐらいのシルトなどの粒度の分布や粒子の大きさを均等にした値のことを均等係数と言います。この大小、小さいものであったり大きいものがバラバラな場合は、まあ、均等係数が大きくなるということになります。まあ、今回の問題に戻ると、締め固めに用いる盛り土材料に関しては均等係数、まあ均等係数を大きくした方、まあ、粒度をバラバラ、まあ、適度な具合のバラバラにする方の方が良いということですね。なのでパズルのように、まあ、いろんなこういうのであったり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 、まあ、パズルのようにこう締め固めれていけるので、その方がよろしいということになります。なので単一な粒度では強度が弱いため、適度な礫であったりシルトや砂質層などがの砂などが混入されていた方がよろしいということになりますので、今回の問題に関して単一な粒度の材料が良いというのは不正解になります。続いて3番、できるだけ透水性が大きい材料が良い。こちらの問題は不正解です。こちらはですね、できるだけ不透水性の材料、まあ、水を透き通さない材料の方 を用いてくださいねということになります。透水性が大きい材料というものは水を透き通しやすいということになります。なので水を透き通しやすいとどのようなことになるかというと、このような土質材料がどんどん水が下に進んでいくということですね。なので、このようにですね、堤体の下部へ水が進み崩壊につながる恐れがあります。なのでできるだけ不透水性の、まあ、水を透き通さない材料を用いるのがよろしいということになりますので、この3番に関しては不正解になります。続いて4番、施工性が良く特に締め固めが容易な材料が良い。こちらの問題は正解になります。まあ、こちらもこの言葉の通りなんですけども、まあ、施工がしやすく締め固めがしやすい材料、まあ、施工しやすくて、まあ早く固まってくれるような材料がよろしいですよというもので、問題がこの4番になりますので、この4番に関しては正解になります。以上のことから今回は適当なものは4番となりますので、4番が答えとなります。続いて問い16番の河川護岸の糊覆遺構について解説をしていきたいと思います。今回の問題の答えは3番答えという形になります。河川護岸の糊覆遺構に関する次の記述のうち適当でないものはどれかという問題になります。今回は適当でないものになりますので、まあ、間違っているものがどれかということですね。答えは3番です。それではまず1番と3番から一緒にいきます。コンクリートブロック張り工は工場製品のコンクリートブロックを糊面に敷設する工法である。3番、コンクリートブロック張り工は一般に糊勾配が急で流速の大きい場所では開いた、平板ブロックを、用いる工法である。こちらの問題は1番が正解、2番が不正解という形になります。3番に関してはこの平板ブロックではなく検知ブロックというものが使われるということになります。まずこのコンクリートブロック張り工というものはもうこのような、この書いてある通りでですね、工場製品のコンクリートブロック、このような平板ブロックであったり検知ブロックですね、をこのような糊面
に、敷設する工法のことをコンクリートブロック張り工と言います。まあ、このようなコンクリートブロックを張っていくと思っていただければよろしいですね。なので1番に関してはもうその通りのことを言っているので1番は正解という形になります。続いて3番なんですけども、こちらは暗記になるんですが、コンクリートブロック張り工の、この糊勾配が、急で流速の大きい場合、勾配が急で流速が大きい場合は検知ブロックというこのようなものですね。活面が、急な場所に使用されるブロック、これよりもうちょっと急ということですね。このような急なところに用いるのがこの検知ブロックと言われるものになります。なので、勾配が緩く、流速が大きくない、まあ、小さい場所に関してはこのような平板ブロック、そして、勾配が急で流速が大きい場合は検知ブロックを使うという形になります。なので今回の問題、一般に、乗り勾配が急で、流速の大きい場所に関しては、平板ブロックを、用いる、平板ブロックを用いると書いてあるんですけども、まあ、検知ブロックを用いるのでこの3番に関しては、不正解という形になります。続いて2番に入っていきたいと思います。コンクリートのり枠工は乗り勾配が急な場所では施工が難しい工法である。 A4 番も一緒にいきます。コンクリートのり枠工は乗り面のコンクリートの格子枠の中にコンクリートを出しする工法である。こちらの問題は両方とも正解という形になります。そもそもこのコンクリート枠、コンクリートのり枠工というものはですね、コンクリートの格子枠、このような格子枠ですね、格子枠を設置して型枠の中に厚さ10センチから20センチのコンクリートを打ち込んでいくという工法になります。これですね、この薄い方の茶色ですね、コンクリートのり枠に打ち込んでいくということになります。これが打ち込みの工法なんですけども、今回言われている2番の糊面、糊勾配が急な場所では施工が難しい工法であると書いてあるんですが、こちらに関してはこれですね、このコンクリートの糊枠、糊枠の間へのコンクリートの打設はこちら現場打ちとなります。現場打ちとなるため、糊勾配が急な場所は、コンクリートが、糊面を流れ、打設が難しいということになります。なので、打設をするときにどんどん下にこうコンクリートが流れていくということですね。なので、非常に難しい、まあ打設の仕方になってしまうので、今回言われている2番に関しては、糊勾配が急な場所に関しては施工が難しい工法であるというものは、正解になります。続いて4番。コンクリート糊枠工は、糊面のコンクリート格子枠、これですね、格子枠の中に、コンクリートを打設する工法であるということですね。まあ、このようなですね、中のものはですね、既存のコンクリートであったり、まあ、コンクリートがなかったり、いろいろな場合があるんですけども、この枠、格子の中に関しては、コンクリートを打設する工法になります。現場打ちコンクリートということですね。なので、この、格子枠の中にコンクリートを打設する工法であるというものは、この中に打設する工法、こちらがコンクリート糊枠工法になりますので、この4番に関しては正解という形になります。以上のことから今回は、問16番の答えは3番が答えとなります。